リチャード・オースティン・フリーマン青いカブトムシ元来法医学というものは十中八九までは人間の犯罪を取り扱うから汚いものすごい不快な事件が多いものだだから珍しくもあればロマンティックでもある青いカブトムシの事件 いささか私たちの専門外の嫌いはあるがに出会った時にはやれやれと思った次第だそして私にとって最も興味深く思われたのは我が友宗恩大工が彼をして第一流の探索者たらしめたところの2つの天文をこの事件の際に最もよく表したことである2つの天文とは他でもない 一目で物事の真相を感覇することそれから必要に応じてとんでもない問題に対して思いもよらぬ知識を示すだけの用意が平常からできていることであるジェームス・ブローグレーブ氏が彼の娘たる非常に美しい22歳ばかりの少女を連れて約束の時間に私たちの部屋を訪れたのははや夕暮れになりかけた時であった。手紙には 詳しいことを書きませんでした。と、ブロングレーブ氏が言った「書くとあなたが拒絶なさるかもしれませんから口で申し上げた方がいいと思ったのです」「窃盗には違いありません」「しかし普通の窃盗では決してないのです」「非常に珍しい不思議な事件なんです」 警察の方に相談しても大した期待は持てないらしいですからそれであなたにお願いしようと思ってお伺いしましたまず事の起こりからお話しいたしましょうこの窃盗にあったのはちょうど2週間前の夜の9時半のことです娘と一緒に 書斎に座って小さい証書箱の中のものを出して見ていましたら突然召使いが駆け込んできて離れが火事だと告げました書斎にはフランス窓が一つあって窓の外が裏庭になっていますですから私は火事だと聞くと急いで証書箱をしまって鍵をし そのフランス窓から飛び出して窓を開けたまま駆けつけたのです。離れというのは物置に使ったり仕事場に使ったりする建物ですが私が駆けつけた時にははや一面に燃え上がって子供がポンプを使ったり2人の女がバケツで水をぶっかけたりして防火に努めていました。 火が全く消えてしまうまでには、一時間半もかかったでしょう。火が消えると、娘と一緒に家へ帰って手を洗ったり、服を着替えたりし、それから書斎に戻ったのですが、書斎に戻ってフランス窓を閉めて、それから ポケットから証書箱の鍵を取り出してタンスの上を見ますとあるはずの証書箱がどうしても見えません。ことによったら慌てて自分で置いたところを忘れたのかもしれないと思いましたからよく部屋の隅々を探してみましたがやっぱりありません。 脳も今から考えてみますのに犯人は私と娘を誘い出すためにわざと離れに火をつけ2人が留守の間にフランス窓から飛び込んで証書箱を盗んだものとしか思われないのですお話から判断するとそうとしか思われませんですね とソーンダイクが言った窓のカーテンも開けてありましたから庭から部屋の内がよく見えたのですその上渡し方の庭は低い塀を越しさえすればいつでも入れるようになっていますしてみるとあるいは庭の中にうろついていたやつが ふと窓越しにあなたの書斎を見て急に泥棒着を起こしたのかもしれませんね盗まれたものは大したものですかところが私にとりては大したものでも泥棒にかかりては一文の価値もないようなものばかりなんですよ「株券だの歌七証書だの」 一二枚の約束状だの家族の写真だのそれから古い手紙とカブトムシの入った小さい箱などがありましたですから盗んだところでしようのないものばかりなんですよ「カブ研」だって私の名が書いてあるんですから 売り払うわけにはまいりませんからねカブトムシって何ですちょっと見るとルリらしいですが多分青いガラスの偽物なんでしょう1インチ半ぐらいの長さでした大した値打ちのあるものでないことだけは確かですしかしそんな話よりも 先に筋を一とおり話してしまいましょう。盗まれたのは六月七日の火曜日でした。それですぐ警察にこれこれのものを盗まれたと届け出て探してもらったのですがいくら探しても分かりませんでした。ところが。 15日の水曜日になって突然サザンプトンの消し印のある書留小包が到着しましてね中を開けてみると証書箱に入っていたものは何もかもありましたがただ一つカブトムシだけはなくなっていましたそうして こんな奇妙な手紙が添えてあったのです。言いながら彼はポケットブックから一通の手紙を取り出してソーンダイクに渡したがその手紙はタイプライターで宛名を書き楕円形の大きい風楼には微細な象形文字の印が押してあった「これはカブトムシの印らしいですね」とソーンダイクが言った。 よく映してあります。あなたにこの象形文字が読めますかブローグレーブ氏は照れ隠しに笑いながら。実は象形文字はちっともわからないんですよ。私が見たところでは、これはカブトムシを押したのに違いないと思うんですが、しかし、 象形文字はどれもこれもみんな同じものですからねソーンダイクはそれには返事をしないでしばらくレンズで風楼を見つめていたがやがてその封筒の中から2つの手紙を抜き出した1つは色の冷めた飛び色の陰気でしたためてあるソーンダイクはタイプライターで打った方の手紙を読んだ後 伝統の明かりにかざして透かしを調べながら「こりゃベルギーで作った紙らしいね」と言って私に渡した私もその書簡用紙を明かりにかざして「そうだベルギー製だ」と言ったその手紙を書いた人の住所はサザンプトンになっていてこんな文句がタイプライターで打ってあった。 親しい友よ。間違えて持って帰ったものはお返しします昔の手紙もこの中に一緒に封じておきましたしかしあのカブトムシだけは今私の尊敬するおじの手元にありますのですぐにはお返しできませんがあとでお送りいたしましょう 1一時の間、カブトムシを失っていることが、あなたのご迷惑にならぬことを祈ります。私の言葉はくれぐれもご信用ください。ルードルフをより。ルードルフォって誰です？私は尋ねた。誰ですかねえ？ とブローグレーヴが答えたあるいは今よそにいる私の友人の狩り仲かもしれません多分滑稽な男だろうと思っていますそうかもしれませんねとソーンダイクが言ったけれどもとにかくこの男としては自分に価値のないものを返して 売り払うことのできるただ一つのものを手に残したわけですあなたはカブトムシが安物だとおっしゃいましたがそれは確かですね確かです専門家の鑑定をこうたのですから確かですとブローグレーブ氏は言った23か月前にエジプトの考古学者府警シがブラッセルから来たので その時見てもらいました。このカブトムシは偽物であるばかりでなく、それに刻んである象形文字もでたらめに並べただけで意味がある言葉じゃないそうです。するとこの時令嬢が傍らから口を出して。お父さん、騒音大工さんによくお分かりになるように。 カブトムシのことをすっかり話しておしまいなさいよ龍便おじさんのこともお話しにならなくちゃ分かりませんわ霊場のこの言葉に急にソーンダイクがハッと顔を起こして新しい興味に顔を輝かしながら妙なまなざしで彼女を見たこのまなざしの意味は後で分かったがその時には彼女の言葉を別に不思議とも思わなかった 実はこのカブトムシは渡し方の伝来の品で言い伝えがあるんですよ無論バカらしい話ですがねとにかくその話をお伺いしましょうあるいはそこから何らかの手がかりが得られるかもしれませんソーンダイクが言ったブローグレーブ氏が勧められるままに話し出した 話は私の曾祖,祖父サイラス・ブローグレーブに関係したことですその曾祖,祖父はリュベンという自分の兄弟と2人で資料戦を指揮していましたが巡航中に莫大な宝石を手に入れたのですそこで二人は船を売り払って ハートフォードシアーのショーステッドに行って総祖の方は私たちが今住んでいる宗宅を手に入れリューベンの方はその近くの農家を手に入れて住むようになりました略奪品の大部分は船を売り払う時に二人で分けてしまったのですが 宝石だけはところがこのきょうだいは2人ともかけごとが好きでリュベンの召し使いがはたから聞いたという話によりますとある晩のこと2人はだいぶ長い間賭博をしたあとでとうとう一時にたくさんの宝石を 狩りかりけることにしたそうです。宝石を自分方に保管していた曽祖,祖父は住まいに帰って鉄の輪をかけた宝石箱を持って帰り夜が更けるまで勝負をやりましたが竜兵の方が運がよかったというのか多少技巧もろうしたりして勝ちました。 そこで勝負が済むと、宝石箱は龍便のものになったわけですが、さあ、こうなると曽祖,祖父が承知しません。なんだかんだと苦情を言い出して、しまいには激しい喧嘩が始まったのです。そうして朝になってみたら、 竜兵衛の姿も見えなければ箱の影も見えなくなっていましたそうして二人が掛けごとをした部屋には鮮やかな血の跡が残っていました曽祖,祖父は竜兵衛が行方不明になったことも知らねば宝石箱のことも知らぬと言ったそうですが 疑いは曽祖父の上にかかり世間では曽祖父が龍便を殺し宝石をどこかに隠したのだろうと言いましたが私もそれが本当だろうと思っていますその結果は曽祖父もどこかに逃げ出して行方不明になってしまいました 噂によるとそれからしばらくたって曽祖,祖父は名前を変えてエジプトに行きそこでその頃盛んになりかけたエジプトの考古学研究に凝っていたそうですあのロゼッタの石の謎が解けたのもちょうど23年前のことだったそうです曽祖,祖父は死ぬる数か月前に 久しぶりに変装して故郷に帰り自分の妻に会って一人息子のウィリアムが21になったらこれを渡してくれと言って封をした小さい包みを出しましたあなたが今持っていらっしゃる手紙とカブトムシはその包みの中から出てきたのです このの手紙は読んででもいいのですかとソーンダイクが尋ねた「どうぞご遠慮なく」とブローグレーブ氏が答えたソーンダイクは黄色い紙を広げてその表にしたためてある汗た飛び色の文字を声を上げて読んだ「1833年3月4日カイロにて」 愛する子よ、私は形見として尊いカブトムシとそれからこの短い遺言を送るから遺言の意味をよく考えてくれ古代エジプトの教えには深い知恵が含まれているということを信じてもらいたいそれをお前のものとするがいいこのカブトムシは尊い形見として大事にし 手に触れることを希望するが決して人に見せてはならぬお前の叔父リュベンのためにキリスト教の葬式をせよこれはお前の義務というものだそうすればお前も報酬を得るであろう彼はお前の父のものを盗んだが盗んだものの賠償はしてくれるだろう さようならお前の父サイラス・ブローグレーブよりソーンダイクは手紙を下に置くと尋ねるようなまなざしで私たちの依頼人を眺めながらどうですここに明らかに遺言が書いてありますがこの遺言を実行されましたか少しも実行しなかったのです と、ブブロー・グレーブ氏が答えた。曾祖父の子すなわち私の祖父のウィリアムはこの事件には何の干渉もしなかったのです。それというのもこの遺言は曽祖父が兄弟を殺したということを暗に認めているようなものですから。 今更遺言を実行して世間の悪評を受けたくなかったのでしょう。リュベンのためにキリスト教の葬式をせようと口で言うのは優しいですが、葬式をしようにもどこにリュベンの死体があります。これは。 リューベンの死体をキリスト教の儀式によって葬式する者は誰でも報酬が得られるということですよ。とソーンダ大工が言ったそして「賠償はしてくれるだろう」という言葉の意味は宝石が得られるということなんでしょうリューベンの死体がどこに隠してあるかそれを探そうとした人はいないのですかどうして探せます とブブローグレーブが言った。この手紙にはどこに隠してあるということが少しも暗示してないじゃありませんかそれからまたたとえ曽祖が宝石を持っていかなかったにしてもその宝石が誰のものであるかということが疑問ですもともとこの宝石は 略奪したものではありませんかそれを龍便がだまして取りましたそれを今度はまた曽祖,祖父が殺して取りましたですからもし宝石が発見されたとしてもこれは自分のものだと確信を持って断言しうるものはないのです でも、そんなことは今問題にすべきものじゃございませんわと霊長が口を出したするとソーンダイクが尋ねるような目つきでブローグレーブ氏を見たそりゃあそうだと霊長の父が言った今私たちがどんな関係になっているかといいますとリュベンの孫で 私のいとこにあたるアーサーが最近に死んだのですがこのアーサーには子がないものですから財産をみんな使ってしまったのですそうして昔からの農家や土地の大部分は一人のおいに与えその他の残りは 私の娘に相続させることに決めたのです。ですから、仮に宝石が劉弁の所有としても、今度は娘のものになるどおりなんです。そうして、私が死ねば、曾祖父のものも、この娘の所有になるはずです。 もっとも、私が死んだって、娘に相続さすべきものは何もないんです。財産の大部分は抵当に入っていますし、資本だっていくらもないんですからね。劉弁の宝石が手に入ったら、そりゃ、抵当なんかどうにでもなるでしょうが、しかし、 お忙しいのにこんな家庭の内幕をお耳に入れるのはよしましょういや家庭のお話を承るのは決して無駄ではありませんソーンダイクが言ったところであなたは私に対してどうしてくれとおっしゃるんですか離れを焼かれた上に泥棒に見舞われましたから。 この泥棒を探して罰していただいた上にあのカブトムシを取り戻してもらいたいのですこんなくだらない窃盗にあなたを煩わすのはいかがかと思いますがもし調査していただけたら非常に感謝します普通の簡単な窃盗ならあまり私に関係ないのですが この窃盗は変わったところがあって珍しいですから是非調査してみましょうブローグレーブさん確かにお受け合いいたしましたこの2通の手紙はもっとよく調べてみたいと思いますから私の手元に置いて帰ってくださいそれからお宅も拝見させていただきましょう明日にでもいつでもいらっしゃってください 調査を承諾してくださったので私も安心しましたお帰りになる前にもう一つ聞いておきたいことがあるんですがあなたがカブトムシと遺言の手紙を持っていられることそれからその由来などを知った人はあなたのほかにどんな人がありますかそれはわかりませんとブローグレーヴが言った。 いとこのアーサーよりほかにはみたものはないのですいとこにはいちどみせましたからかえってかぞくのものにはらしたかもしれません来訪者がかえるとわたしたちはじけんについてけんぎしたわたしがいったずいぶんロマンティックなはなしだせっとうのやりかたにもおもしろいところがある けれども、警察の方で言ったように雲をつかむような話だから手の出し方がないねそんなことを言ってみたってしようがないじゃないかとソーンダイクが言った君はこのタイプライターで打った方の手紙を調査してその結果を知らせてくれたまえ僕は古い手紙と封筒を検査するから私は直ちに捜査に取りかかった そして、捜査の前の予備行動として手紙の写真を撮ったその結果はネガティブルタイプライターの文句が写ったのみでなく用紙の透かしや線や脂肪の斑点まで鮮やかに浮かび出した一通りそれらに目を通した私は次に文字のみを調べてそこにたくさんの個人的特性を発見したタイプライターの機械は「 エリート型ののコローナでで線の拾いがすこぶる不規則であった私はこの時まで手紙をピンセットで取り扱っていたが私が知っているだけでもはや3人の人が手を触れたことは事実だが今度はいよいよ指紋の調査に取り掛かることにした肉眼で見たところでは手紙に指紋らしいものは少しも残っていないので手紙の裏面に「 微細な粉末になった腹心を振りかけそれから指先でハタハタと軽くたたいて紙面にまんべんなくまき散らしたするとたくさんの指紋が浮かび出したことに手紙の端の方に多く浮かび出したそれらはごくわずかで曖昧ではあったが指の筋を判別する目的のためには十分であった私は 手紙のの上から余分の粉末を吹き払うと、写真機の用意がしてある部屋に持って行って変化せぬ時間に指紋を写真に撮ろうとしたしかし部屋に入るとちょうど実験室の助手ボールトンが風浪のある封筒を三脚に乗せて写真機を使っている最中であった「すぐ済みます」。 大工さんがこの風浪の引き伸ばし写真を撮ってくれとおっしゃったんですがはやプレートを入れましたから。彼が風浪の写真を撮ると私が手紙の写真というよりは手紙の裏面に現れた指紋の写真を撮ったネガティブを写し終わると今度は手紙の表面に粉末を落としてまた5つ6つ指紋を得た この度は主に親指であった。これで私の調査は終わった私は次にタイプライターの文字の見本アルバムを取り出して手紙の文字がエリートタイプのコローナに違いないことを確かめると写真のネガティブを乾かして写すようにボールトンに頼んでおいて報告を書き留むべく部屋に帰った書き終わるとちょうどそこにソーンダイクが「 をを巻いたた。ものを手に携えてて入ってきた彼がその紙をテーブルの上に広げるのを見れば1マイルを25インチに引き伸ばした陸軍の地図であったこの真ん中にあるのがブローグレーブ氏の住宅だとソーンダイクが言ったこれがショーステッドの正宅これが多分今度焼けた離れだろうそれからディングル農園と書き入れてあるが おじ叔父龍弁のうちだと思うんだ。そうかもしれないと私が同意した。しかし、明日行ってみるのになぜ地図の必要があるんだ。地図で見ると大体の様子が一目でわかるから、地勢なぞを頭に入れておくことができる。それからまた一本の旅客機と理定表さえあれば、いつでも正確な。 かつ手っ取り早く距離を測ることができるんだ。だから明日行ったら土地の様子ぐらいブロングレイ部士に聞かなくったってわかる。モールトンが来たね。おいボルトン、どうだい？まだよく乾きません。言いながらボールトンが四枚の大型のブロマイド写真をテーブルの上に並べた。 風呂は10インチと8インチに引き伸ばして台紙に貼りましたそれからこの台紙に貼らない3枚がジャービスさんの方ですソーンダイクは私の写真をつくづく批判的のこで眺めながらジャービスくんよくできたねこの指紋はわずかではあるがよくわかる 右手のがあるといいがこれが僕の左の親指だ君のがないねこの小さいのは多分ブローグレーブ城のだろう明日行ったら霊場の指紋を取らなくちゃならないついでにブローグレーブ城も取ろうそうすれば泥棒の指紋は自然にわかるそれから彼は私の報告書に目を通しながらうなずいてみせ なるほど。これじゃあ向こうのタイプライターさえ手に入れればいくらも証拠が示せる。用紙もたくさん特徴があるね。僕が写した風呂をどう思う言いながら彼は引き伸ばし写真を僕の前へ突き出した。こりゃ素敵だ。私が歯を出して笑った。何がおかしいんだと彼が聞いた。 君がこの象形文字のひよこを数えてばかりいたからさ僕はきっとあのカブトムシが取り戻せるような気がする」と彼が言ったとにかくカブトムシを見さえすりゃこりゃブローグレーブシのだとすぐ確かに見分けうるだけの用意をしておかなくちゃならんこれがソーンダイクの意見であっただから彼は このめったにありうべからざる偶然の機会のために十分の用意をした製図盤と複写紙を持ってきて製図盤の上に写真を載せその上にまた複写紙をピンで留めて精巧なペンとこんにゃく版の印記で風楼の面倒な込み入った象形文字を丹念に写し出したそれが写せてしまうとこんにゃく版にかけて五六枚の複写をこしらえた そして一枚を私に渡してみせた。私は不審らしい顔つきでそれを見入りながら「君は法医学者はすべての方面の知識を持っていなくちゃならん」と言ったが「エジプトの考古学にも通じる必要があるのかい?」と言った通じていれば一層完全な法医学者になれるだろう私は彼のこの言葉を聞いて いつあとでエジプトの考古学も研究してみたいと思ったソーンダイクが次に始めたことは私には理解できなかったまず彼は書家に近づいて一冊の書物を取り出したテーブルの上へ置くとき表紙を見ればレーバーの公開票だ。私はそっと部屋を去って帽子を取って散歩に出た。 しばらくして散歩から帰ってくると調査は終わったと見えてソーンダイクはいつもの安楽椅子に寄りながら静かに釣りの友を読んでいたそばのテーブルの上には大型の丸い分度器三角定規建築用の物差しそれからショーステッド荘園をこんにゃく版の人気で写した副写紙などが置かれてあったどうしてこんなものを写したんだ 地図を持っって行ったらいいいじゃないか、と私が聞くとなあに一部分だけでいいんだ地図を切り取ったりするのは嫌いだからとソーンダイクが答えた汽車で軽い食事を済ましてショーステッド荘園に着いたのは2時半であった私たちが来るのを見ていたものと見えて ブローグレーブ氏と礼場が玄関まで出迎えたブローグレーブ氏はいかにも残念そうな顔つきで握手しながら「よく来てくださいました」「しかし惜しいことでした」「もう少しのことでした」と叫んだ「何がもう少しのことですか?」とソーン大イが尋ねたまあ こちらに来てごらんなさい。言いながらブローグレーブ氏はソーンダイクの腕を取って興奮を表に表しながら大股に屋敷の横手のくぐり戸の方に連れていったそのくぐり戸をくぐると庭をめぐる小道を通って一方に壊れた風車の立つ広い草原に出た彼はひとしきりソーンダイクを引きずりながら 忙しそうにその草原を歩き回っていたがやがて最近に土を掘った跡のある地点まで来ると急に立ち止まって悲劇的の表情を浮かべつつ掘り起こした芝生を指さしたここですよ言いながら彼はかかんでやわらかい芝生を取り除けてその下を急いで掘ってまた埋めたらしい形跡のある新しい土を示した。 これはきっと昨夜か今朝早く掘ったんです昨日の晩方私がここを散歩した時にはこんなことになってはいませんでしたから孫大工はかすかに微笑みながらそっと穴を見つめて「なぜこの穴を掘ったとお思いですか?」と尋ねた「なぜってそりゃあ無論 リューベンの遺骨と亡くなった宝石を探すためですよ。とブローグレーブが叫んだ私もそう思いますとソーンダイクが穏やかに言った場所を間違えて掘ったのです最も無理はないのですが場所を間違えたとブローグレーブとレジョーが 口をそろえて叫んだ。場所を間違えたということがどうしてわかりました。本当の場所と違うからです。私はその本当の場所を知っています。つるはしとスキを持った人を二人ばかり呼びますか。それとも私たちが掘りますか。私たちで掘りましょう。 興奮にガタガタ震えながらブローグレイブが言ったソーンダイクもそれに同意したじゃあ私たちが場所を探している間にツルハシと隙を持ってきてくださいませんかブローグレイブは快諾して足早に立ち去った令嬢は一人残って好奇心を持ってソーンダイクの動作を見守った彼は調査箱を地上に置いて その中から同じ地図の3枚の複写を取り出したがその3枚の地図にはおのおの草原のある地点を中心にしてさながら車輪の輪のように八方に線が引いてあった地図のありがたさが分かったろう言いながらーン大工がその地図を示した地図だからこそこんな若木に頓着なしに線が引けるのだこの木は 多分サイラスの時代にはなかったのだろうどうして地図を3枚も用意したんだと私が聞いたリュウベンの死体と宝石が埋めてあると想像される場所が3つあるからだ第1の場所は一番正確に近く第2の場所はあるいはあるかもしれないくらいの想像がつき第3の場所には決してないのだ そして昨夜誰かが掘ったという場所はこの第3の場所なんだ第1の場所はこのワカギの木立の中にあるさあこれからここを探してみよう私たちはワカギの木立の中に入ったソーンダイクは調査箱の中から写真機用の折りたたみ式の長い三脚とアルミニウムの板のついた大きい三両系のコンパスを取り出した そして12度位置を試して三脚を立てその上にコンパスを据えた令状と私は彼がしばらくの間三脚の位置を変えたり狙い板から覗いたり時々地図を調べたりするのを見物していたと彼が私たちを振り向いていった「おい運が良かったよ測量の邪魔になる木が一本もない」それから。 調査箱の中から促進を取り出して三脚の下の土地に突き刺してここだよしかしこの周りをかなり広く掘ってみなくちゃならんコンパスなんて粗雑なものだからね折からブローグレーブ氏が息せき切って駆けつけた彼は3本のつるシと3本の隙を投げ下ろしてから 今いろんなことをお尋ねして邪魔をしようとは思いませんが、私にはさっぱりわからないんです。あとで詳しく説明していただけませんかソーンダイクはあとで説明することを約束した彼は上着を脱ぎ捨て、シャツの袖をまくって、きで芝生の広い表を剥がし始めた。芝生がとれると ブローグレーブと私がつるはしで土を掘り霊場が柔らかくなった土をかきのけ始めた深さが分かってるのかと私が尋ねると地下6フィートだとソーンダイクが答えた彼はスキーを捨て調査箱から望遠鏡を取り出ししばらく草原の地平線を探っていたが 間もなくその視線は600ヤードばかり向こうの農家に泊まってだいぶん長い間見つめていたそれからまたそこに置いてあったつるシを取って反対の側の芝生を剥がしてあるところを掘り始めた30分ばかりの時間がたった一生懸命に骨を折ったおかげでだんだん穴が深くなったみんなは休憩することにして 額の汗をふきながら穴から上へ上がった。おいネリー」とブローグレイブ氏が直機を脱ぎながら言った。レモン水とコップを四つ持ってこないか。もっとも皆さんがビールがいいとおっしゃるならビールの方がいいが。私たちは二人ともレモン水に賛成した。ネリー嬢はいそいそと家の方へ帰った。 その間にソーンダイクはまた望遠鏡を取って例の農家を眺めたあの家ばかり見ているじゃないかと私が言うとうんとうなずきながら彼は望遠鏡を私に渡してまあ君あの右手の破風のある窓をよく見たまえこの木の陰に隠れて言われるままに 私が望遠鏡をとってハーフを眺めると。なるほど。窓に1人の男が覗いている。その男は双眼鏡を持ってしきりにこちらを見ているらしい。誰か様子を見ていますよ。と言って、私は望遠鏡をブローグレーブに渡した。しかし、心配はないですよ。ここはあなたの土地なんでしょう。 私の土地は土地ですが様子を見られちゃ面倒ですねブローグレーブは望遠鏡を木の幹へ支えてあれはハロルド・ポーカーです私のいとこのアーサーの甥いですよあれがあの家を相続したんです折からネリージョーが、 美しいレモン水のバスケットを下げて草むらの向こうから帰ってきたので一同は監視者ポーカーのことを忘れた喉を乾かした6つの目は一様にバスケットから出る大きいガラス瓶と4つのコップに注がれたそして甘美なレモン水に十分乾きを癒やすとまた穴の中に飛び込んで労働を始めたまた30分たった ある部分はほとんど6フィートまで掘り下げたのでまた一休みしようと相談しかけると今まで隅の方で働いていたブローグレーブ氏が出し抜けにやーっと叫んで何やら指先につまんで立ち上がったそれは一目見て骨だと分かった土に汚れて黒くはなっているがまさしく骨だしかも人間の骨だ ブローグレーブが勝ち誇ったようにそれを示すとソーンダイクも確かに人間の骨だと言った初めからうまく掘り当たるなんて全く運がよかったのですとソーンダイクが言ったこれは右足の親指ですよですから骸骨はこの穴の外に横たわっているわけですとにかくその骨が出たところを用心して掘って どういうふうに骸骨が横たわっているかよく調べてみましょうソーンダイクは自分で用心しながらきでそのところの土をかきのけ始めたするとやがて右足のほかの骨が現れたそれから右足の2つの骨それから左足の端の方もう大抵骸骨が横たわっている方向が分かったろう と彼が言っただからもうあっちに向けて掘りさえすればいいんだしかしここには一人しか入れないから君とブローグレーブさんは上から掘り下ろしたらどうだそこで私はブローグレーブと共に穴から這い上がってまたつるはしで地面から掘り出した私が仕事を始める前にちょっと望遠鏡で見たところでは窓は閉まって人影は消えていた それからはどんどんいろんなものが現れてきたまず第一にさびた一対の靴のしめがねそれから一房の封印と鎖のついた金時計この金時計はバカに新しくピカピカ光っていたやがて頭蓋骨の他は全部掘り出されたまるで棺に入れて埋めてあったように正しく横たわっていた 次にソーン大工が頭蓋骨を掘り始めると、枕でもしているように頭蓋骨だけ前に崩れている。やがて歯をむき出した頭蓋骨から静かに土を払い落とすと、その下に鉄の輪をはめた小箱の隅が見え出した。これはまるで富の虚しさを説教する道徳家が使う差し絵のようだ。ソーン大工が言った。 一同がしんと静まってたたずんでいたそうして不正の手段で得た宝を守りながら眠っている骸骨をしばらく畏敬の念に打たれつつ眺めていたみんなに助けられて穴の中に降りてきたネリージョーは父のそばに寄り添いながら「まあ怖い!」とつぶやいた無労グレーブでさえ 歓喜の表情とともに旋律するような気味悪さを表したするとこの時出し抜けに上から声がしたのでみんなびっくりして顔を仰向けた見れば一人の青年が穴の端にたたずんで渋い顔をして見下ろしているちょうどいい時に来ましたその骨と箱は私のものですから私が頂戴いたしましょう。 それはリューベン・ブローグレーブの遺骨ですと彼は言ったリューベンおじさんの遺骨だけは欲しければお前にやってもいいがねえしかし箱はネリーのものだよブローグレーブが言ったするとハロルド・ポーカー氏先刻から窓で覗いていたのはこの青年であったは、 穴の中に飛び降りて応用に前に進みてながら「リューベンの子孫は私です。この箱とリューベンの遺骨は私が叔父のアーサーから受け継いだものです」するとブローグレーブが言った「お気の毒だがお前はアーサーの家屋と土地の大部分を相続しただけでその他のものは このネリーが相続することになっている。だからこれは当然ネリーのものだよ。冗談おっしゃい。しかし、どうしてここに埋めてあることがわかりましたその理由は至極簡単です。地図をご覧に入れましょう。とソーン大工が意外に優しい声で答えた。 そして彼は穴から上に這い上がったかと思うとすぐまた3枚の地図と手紙入れを持って帰ってきてこれで位置が分かったのです言いながら第3の地図をポーカー氏に渡したポーカー氏はいぶかしげに眉をひそめてその地図を見入っただってこの位置は違うじゃありませんかとしばらくして彼が言った 違いますか」とソーンダイクが言った。なるほど、それは違います。これが本当の地図ですよ。ソーンダイクは第一の地図をポーカーに渡し、ポーカーから受け取った方の地図を下に置いた。ソーンダイクはポーカーがおもおしい顔つきで第一の地図を見ている間にポケットから鉛筆とナイフを取り出し、彼の方に背を向けたまま。 今しがた下に置いた投射紙の地図の上にせっせと鉛筆の粉を削り落とし始めた私は好奇心を持って彼の所作を見ていたがその黒い鉛筆の粉が投射紙の縁の2つの点に落ちるのを見るに及んで初めてある事実が稲妻のように私の頭をかすめるのを感じた彼はその地図を取り上げると鉛筆の端で軽く叩きながら粉を吹き払った。

大工は指紋の写真を素早く手紙入れに収めて向き直り「もうあなたには何も申し上げることができません」すると青年ポーカーが土器を含んで「申し上げることができないそれでは済まされません」しかしとにかく皆さんがこの箱と遺骨に手を触れることはお断りいたしましょう。 ソーンダイクはきっと青年を見つめながら気味が悪いほど低い声で言った「大川さんお聞きなさいもうこんな馬鹿げた芝居はよしたらどうです?」あなたは危険な冒険をして敗れましたもっともどのくらいの程度に敗れたかということはブローグレーブさんにあなたを告訴する意思があるかないかということを お伺いした上でなければ言えませんが告訴する私を告訴するとは何のことですと青年が叫んだあなたは6月7日夜の9時過ぎムローグレーヴさんの部屋に入ってあるものを盗みましたソーンダイクが言ったその中の一部は後で返しましたが まだ返さないものがあります。すなわちカブトムシと消し所箱です。静かな低いソーンダイクの言葉に、みるみるポーカーの顔が白くなった。ソーンダイクは次にブローグレーブの方を向いて。ブローグレーブさん、どうなりとあなたの勝手にお決めなさい。私は。 ポーカーさんがあなたの証書箱を盗んだという確かな証拠を握っています。もしあなたが告訴なさるなら、その証拠を出しましょう。そうすれば、ポーカーさんが法廷で有罪になることは明らかです。ブローグレーブと霊嬢は、ほとんど青年と同じような当惑な顔をしながら青年を見た。しばらくして、 ブローグレーブが口を開いたこりゃ驚きましたなしかし告訴する気はありませんおいポーカーカブトムシをお返しカブトムシを返したら私ももう何も言わないつもりだそんな法はありますまいとソーンダイクがそばから口を出した法律は 窃盗と市場を混同することを許しませんポーカーさんはカブトムシを返す気なら返してもいいでしょうしまたブローグレーブさんはカブトムシを返されても告訴しようと思えば告訴できるのです勝手な条件を作ることはできませんしばらく沈黙があったやがて打ちしおれた冒険家は黙ったまま穴を這い出して 急いでそこを立ち去った私たちが気持ちのいい水で顔を洗っておいしい食事を急いで済まし小さい箱を食堂から書斎に運んだのはそれから2時間ばかり後であったムローグレーブ氏が書斎のフランス窓を閉めてカーテンを下ろし1組の道具を持ってくるとみんなで箱を開け始めた「100年のサビで鉄の輪が薄くはなっていたがなかなか開かない。 やがて蓋の隙間に長い箱開けを差し込むとキーッときしる音がして蓋が開いた船のほぬのらしいカンバスの包みを解くと中からたくさんの小さい皮袋が出たそれを一つずつ取り出すとまるで小石を詰めたような手触りがするけれどもその一つの口を開けて木製のワに移すと ブローグレーブは歓喜の吐息を漏らしネリー嬢がうれしそうに低い叫び声を立てたみんな刻んだ宝石だみんな大きかったルビーもあるエメラルドもあるサファイアもある金合石も少しは混じっているその化学は私たちには見当もつかないが宝石に明るいソーンダイクは 刻みたこそ粗末だが全て優れたものばかりでおそらく昔ある神殿の財宝だったものだろうと言ったブローグレーブはさながら生命あるもののようにさん然と輝く宝石を開かず眺めながら「さあこれをどうしたものでしょうこれが問題です」こうなさいとソーンダイクが言った。 ジャービス君にここに残って明日まで宝石を守ってもらって明日の朝ロンドンの銀行へ持って行ってお預けになったらどうです私もそれを勧めたブローグレーブもそれに賛同したがしかしこんな箱ではなんだか預けるのに都合が悪いですねあの証書箱を返してくれるといいのだが 言いかけるとソーンダイクが遮って「証書箱はあなたの後ろにありますよ」と言ったブローグレーブはすぐ振り向いて「おや盗まれた時と同じように知らぬ間に帰ってきた私たちが食事をしている暇にポーカーが窓から忍び込んだのでしょう。 よく返してくれましたカブトムシもこの中に入っているでしょう証書箱を開けてみると果たして中からカブトムシが出たソーンダイクがレンズを持ってその証形文字をのぞき込んでいるとネリージーが傍らから訪ねたソーンダイクさんそれは値打ちのあるものですか カブトムシなしに宝石のありかが分かったくらいですから宝石のありかに関係あるものじゃないのでしょうするとブローグレーブもそばから口を添えて「孫恩大工さんそんなことをお尋ねしていいものかどうか知りませんがなぜ宝石のありかがお分かりになったのでしょう」なんだか私には魔法のような気がするんですよ ソーンダイクはカラカラと静かに笑いながらいや魔法でも何でもないです実は至極簡単なわけのない仕事なんですけれども私がカブトムシを持っていなかったとおっしゃるネリーさんのお言葉は違いますよ本物のカブトムシは持っていなくても風浪に押したものを持っていましたからつまり同じことですそして カブトムシのおかげで私は謎を解くことができたのですサイラスの手紙とカブトムシが一緒になって一つの意味を作ったのですおおさようだったのですかそれがちっともわからなかったのですよとブローグレーブが言ったソーンダイクはクスクス笑って「皆さんはあまりのんきでした。 サイラスの教えは非常に簡単でで平易ですこの宝石を得ようとすればまず第一にエジプトの言葉を少しばかり研究してそれからカブトムシを注意してミサイすればいいんです誰にもわかる暗示ですよ幸いに私は古代エジプトの言葉の処方を研究したことがありますので意味はわからなくても象形文字の発音だけはできました。 ですから私はあの風浪を見るとすぐ「こりゃ象形文字を使って英語を書いているのだ」と悟りました一番に私の目についたのは第2番目の「ベンという文字それから初めの「おじ」という文字でしたそれでネリーさんがカブトムシと龍ンおじさんの関係を話せと言われた時にはすっかりテ点がいったのです 私は象形文字を丹念に写して英語のアルファベットを当てはめてみましたその結果がこれですと言って彼はポケットから手紙入れを取り出しその中からかつて私に1枚くれた象形文字の副写を出した私が見た時には象形文字だけであったが今度は文字の間に現代のローマ字が当てはめてあってそのローマ字が 次のような英語をつづっていた。ブローグレーブの親子はしばらく物も言えないでぼう然とその翻訳を見入っていたやがてブローグレーブが口を切って「しかしこれだけの翻訳をなさるには」 ずいぶんエジプトの古代文字を研究なさったでしょう。どういたしまして、とソーン大工が答えた。大抵の人は1時間あったらエジプトのアルファベットを覚えてしまいますよ。むろんそれはアルファベットのことであって、言葉は別問題です。この綴り方は少々乱暴ですが、これでも意味は十分取れます。 なのにエジプトの考古学者フケイ氏はどうして読みえなかったのでしょうブローグレーブ氏が訪ねたそれは当たり前ですフケイ氏は本当のエジプトの言葉のつもりでこれを見たんでしょうところが文字だけはエジプトの文字でも言葉は英語をつづってありしかもそのつづり方がすこぶる乱暴ときてるんですから。 でたたらめと思ったのでです。ではもう一つお尋ねしますがポーカーはなぜ違った場所を掘ったのでしょうあなたは位置をすぐ発見されましたただの羅針盤一つですぐ発見されましたポーカーさんも羅針盤を使ったのですとソーンダイクが言っただから間違ったのです ポーカーさんは羅針盤というものが長い年月の間には変化を生じるということを知らなかったのですあなたもご存知でしょうが元来羅針盤というのは本当の北を指さすものではなく磁石の北を指さすものですそして磁石の北は始終変化しています1810年頃リューベンが死んだ頃には磁石の北が 24度26秒ばかり本当の北の西になっていましたが、現在では14度58秒西になっています。ですからポーカーさんは、10度も位置を違える結果になったのです。私は、サイラスが示した位置は本当の位置、すなわち、サイラスが北というのは、本当の北を示したものだと考えましたが、果たしてその通りでした。 けれども私は同時に磁石の位置を修正した地図も準備しましたここにあります3つの地図の中で第1は私たちが実際に用いた地図で本当の位置を示したもの第2は万一の場合を考えて磁石の度数を修正したもの第3は磁石を修正しないものでポーカーさんが掘った位置を示していますその翌朝 私はカブトムシを封刊して宝石を詰めた証書箱を銀行に持って行ったこれで私たちとこの事件の関係は終わったわけだがそれから12ヶ月経って私たちはショーステッド墓地におけるリューベン・ブローグレーブの記念碑の盛大な除幕式に招待された。